ご飯を食べるときは、腹八分目あたりを目標にしようね。ゆっくり霊夢です。皆様、万歳万歳、万万歳、久しぶりのこの挨拶。この言葉が好きなゆっくりマリサだぜ。さて、今回は三国志武将紹介。今回は呂布に仕えた高順を紹介していこうかしら。陳旧とかの動画でちらほら出てた人だな。そうね。彼に関しては結構謎な部分が多いから想像力で話すのが多くなるかもね。さて、改めて紹介する武将は高順。あだ名は不明。その生涯の多くは不明な点が多いのに、花がある男。彼は一体どういった武将なんだ。彼の半生は不明な点が多いわ。どういった経緯で呂布軍に仕えたのかという経緯が全くわからないの。高順は酒を飲まずに、清廉潔白な人物だったと言われ、彼は700人の兵士を率い、彼らの武器や防具はみんな手入れが行き届いていたと言われているわ。そして彼が攻撃した陣営は必ず落ちるので、彼は漢陣営と呼ばれたの。呂布を崇拝していたと思われるわ。例えば同じく呂布に仕えた長領とかは、提言の時からの馴染みで呂布に仕えていたけど、そのあたりが不明なんだな。彼が初めて歴史に名が乗るのは196年。呂布と陳旧が早々に対して謀反をして破れ、劉備の元に落ち延びた後ね。呂布は隙をついて助手を劉備から乗っ取ったけど、部下に反乱されたの。陳旧の動画でもあったな。呂布は焦ったわ。まさか信頼していた味方が謀反をするなんてね。しかも誰が反乱をしたのかもわかんないし。彼は奥さんを連れて、川屋の屋根を破壊して、屋根伝いに高順の元へと逃げ延びたわ。すごいダイナミックな逃げ方をしてるんだけど。誰が反乱したのかはわからないが、呂布は高順ではないという確信があったんだな。それだけ信頼してたのかな。高順は呂布を保護し、この反乱をした人物に心当たりはありますか？と聞いたわ。呂布は、そういえば、兵士の声が課題なまりの声だったような。と言ったので、高順はこの証言だけで反乱の主を角棒だと確信し、彼を攻撃して破ったわ。確証はなかったと思うんだけど、容赦がねえ。きっとこれ以外にも角棒が反乱の主だと確定する何かがあったんだろうな。怪しい動きをしてたかもしんないぜ。すると角棒の部下の創生という人が、角棒を裏切って彼を切ったわ。創生は呂布から、この反乱の首謀者は誰か、と聞かれたので、演術と陳旧です。と答えたわ。もう陳旧顔真っ赤。呂布軍、真夏の裏切り祭りなんだぜ。呂布は、陳旧の名声を恐れて彼の罪を不問にはしたけど、陳旧と角棒が自分を裏切ったことで彼は疑心暗鬼になって、高順ですら彼は信用しなくなったわ。高順は命を懸けて助けてくれたってのにな。こうなると呂布が信じるのは身内だけだったわ。呂布は親戚の義賊を信じて、高順の兵士をすべて義賊に与えたの。そして戦いがあると、義賊の兵士を高順に与えるという屈辱的な行為をしてたけど、高順は一切、呂布に対して恨みを抱かなかったわ。呂布から一切信用されてないってことだもんな。兵士を奪うってことは反乱されるかもと思ってるからだぜ。高順は忠義の士だぜ。まあ高順は、呂布に対して恨みはなかったけど、陳旧のことは大っ嫌いだったわ。だってあいつ一回裏切ったのに、偉そうにしてるし。演術も陳旧も、呂布のことを踏み台にすることしか考えてなかったってことだぜ。高順はこの呂布の態度をしばしばいさめていたわ。国が滅びるのは忠臣や賢人がいないからではありません。彼らを持ちいないからです。将軍は物事を欲を考えせずに決定し、その言葉には一貫性がなく、でたらめばかりを申しております。こういった行為は減らすべきです。と言ったわ。呂布は、高順のこの忠義は伝わったけど、余計に彼を恐れたわ。だから彼を重用はできなかった。忠義は伝わってくるんだ。でも、高順の才能が怖いんだ。この時、呂布は焦っていたわ。なんか造波という人が好き勝手に荒らし回っていて、呂布が降伏させた証券を攻撃して、彼を撃退したのよね。呂布は、
演術と造波という二人に挟まれてプレッシャーがすごかったわ。造波を懐柔しようと思ったら、造波は無視するし。演術、造波、曹操を敵に回してるんだぜ。しかもちょっと北に行けば炎症も呂布を恨んでいる。天下に味方がいねえ。将軒が呂布に両馬後藤を送ったわ。造波はこれを奪ったの。呂布はいよいよ怒り、造波討伐に乗り出そうとしたわ。これをいさめたのが光純ね。将軍の董卓暗殺は天下に轟いており、異民族ですら将軍を恐れています。造波など、将軍が睨みつけるだけですぐに降伏する小物。その将軍が軽々しく戦いをしたらダメです。もし勝ったとしても何のメリットもなく、負けたら名声が落ちるだけです。と言ったけど、呂布は造波と戦ったわ。造波は非常に傭兵術を理解していて呂布は普通に負けて、造波と同盟を結んだわ。損しかしてねえ。味方を信用していないんだから、そりゃあ負けるよ。なんかもう優美ですら、呂布が馬を買おうとしていた資金を盗んできたので、呂布は光純を中郎将に任じ、部下の張良と共に、彼を撃退して、勝敗を落とし、彼の妻子を捕まえて、援軍に来た曹操軍の下降屯も軽々と破ったわ。さすが肝心鋭だぜ。まあ、そんなこんな奮戦しても、肝心の呂布が部下を全然信用してないので曹操軍と戦っても連戦連敗したわ。そして、光純と陳宮は、呂布が一番信頼していた親戚の義賊によって捕らえられたわ。その後、呂布も彼らを追って、曹操に降伏したわ。よりにもよって、義賊に裏切られるなんてね。その後、何の記述もなく、呂布、陳宮、光純は曹操に処刑されたみたいなのよね。三国志演義だと、何も喋らなかったから、曹操が処刑したんだけど、むむむ。人材コレクターの曹操様が。これは想像なんだけど、陳宮と呂布と光純は同時に裁かれているんだと思うのよね。陳宮が呂布を罵り、呂布の必死な命乞いからの優美と曹操に対する罵倒を聞いた光純は、何を思ったのかしら。特に呂布は処刑される寸前まで、彼らを罵倒してたっていうしな。光純はそんな呂布を見ても、忠誠心を持てたのかな。さて、いかがでしたでしょうか。今回の人は、もしよろしければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将をコメントしてくれても嬉しいぜ。特に光純はすごく人気があったから紹介したんだぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。